じゃあ俺あれやってみてよ今度、フォートナイト。絶対できない。なんでだよ。絶対できない。やろうよフォートナイト。やったことあるもん。絶対できない。本当に？で、俺たちマイクラもできてさ、エイペックスもできるんだよ。エイペックスと比べもならないマジで。フォートナイトマジで無理。本当に？本当に無理だと思う。一番無事よあれ。おめえがでもそこまで言うならな。やってみてほしい逆に。フォトナ俺ちょっと来てるんだよな最近自分の中でマイブームなんだよな。やったことねえでなんで来てんだよ。いやヒカキンがやっててさ。あいつがやるんだったら俺もできんだろみたいな。そう。いいなと思って。絶対無理だよ。ヒカキンうまいのかな。動画で出せるってことはそれなりにうまいんだろうな。言ってたよ。もう時間が無限にあるならもうずっとやってたいって言ってた。へえ、そのぐらい愛してたよ。好きなんだねゲームねえ。本当にビジネスやってるのかと思ったけど、いやなんだろうな、なんか最近さ今もなんだけどさ、なんか知らないやつから LINE 来んだけど、これたくさんなんか。俺なんか情報出ちゃってんじゃねえのかな俺。なんで LINE 来たの？元気とかさ、コロナで大丈夫みたいな、なんかそれ出会い系サイトでしょそれ。え、LINE だよ。なんだろう、気味が悪い。ごめん、あれだよ、ドージング娘。ばっかり見てるからな携帯で。バカ野郎、バカなこと言ってた、ドージング娘。じゃないから。同人夜の森ってすごい。あるんだそれが。俺ドージング娘。名前が好きなんだよな、なんか。懐かしいねドージング娘。よっちゃんとかさコロナについてなんつってんの、すげえなんか痛いこと言ってそう。あ、どうだろう。まあ結構意識高いよね。3月上旬頃かな、2月下旬頃かな、まだあんまりうるさくなかった時期にさ、なんか花見の計画してたんだけど、なんか計画をなんだろうな、よっちにこう伝えた段階で怒られたわ。おめえはさってなんかこんな時期に言えよっつって。そう間質性肺炎っつうのはよみたいな。すげえさネットで飴叩いてそうだし。あいつの大好きな立花さんが今あれ出しちまったからな。あいつ立花さん好きなんだ。あいつ立花大好きだって言ってたもん。都知事選あったら立花にあれだぞっつって入れなきゃダメだぞ。そう入れなきゃダメだぞって。なんでだよ。なんで俺たちの票まであいつが決めてなきゃいけないんだよ。あいつな、そう。本当はそうやっちゃダメなんだけどな。本当だよ。あいつわっちゃんにもうざがらせたからな。よっちゃんさ、ちょっと相談があるんだけどさ、よっちゃんが俺に政治活動してきて辛いんだけど。わっちゃんもうタブ紙に入れなきゃダメだよ。めちゃくちゃ笑ったからな俺。わっちゃん、よっちゃんバカだから許してやってくれっつって。難しいな。LINE 送ってきたもんな。グループ LINE に。タボ紙に一票とか。よろしくお願いします。政治活動してよな。あいつマジでそういうの本当に空気をまずやるからマジでいいぜ。なんかさ、今日マジで1週間ぶりに玄関の外出たの。うん。あれだな。どうした？街がもう完全に死んでたわ、本当に。あ、人いなかった？外。誰もいなかった。もう首都高とか車全然走ってなかったよ。あ、マジで？うん。まあでもほんとパチ屋が何ももう今機能してないっていうのがもう目新しいわ、ほんとに。もう閉まっちゃってんの完全に。多分閉まって、空いてるとこあんのかな今な。俺もさ、今日ちょっとさ、買い物しにちょっと外一回出たんだけど、うん、パチ屋の駐車場ってさ、すげえだだっ広いのよ、ね、車置くとこって。うん、そこで、あれだもん。子供がサッカーしてたもんね。普段。なるほどね。車がガーってさ、オレンジの近くのさ、駐車場あんじゃん。うん、あるね。サッカーしたもんね。まあ、またやろうぜ。ああ。寝るんかい。ああ、寝ようかな。おお、マジか。今度おめえ俺とデートしてんか、おい。まっちゃん今からさ、おめんちから絆打ち行こうよ。なあ、やだ。いや、生きてえよ、マジで。並びくかおう、あれじゃね、バレるとさ、叩かれるからバレねえように絆打ち行くべよ。車でさ、あれしないでしょ、山梨とか行けば多分あるでしょ。それなんか、ネットで炎上してたよな、なんか。え、マジで本当に。おめ同じ思想してんじゃねえか、お前。やべえ。お前、同じ思想してんじゃねえか。いや、ちょっとカットでよろしくお願いします。じゃあ、またね。さよなら。